サダコ 3D2、サダコ 3D2 は2013年8月30日に公開された日本のホラー映画。3D 映画、PG12 指定。前作、サダコ 3D の5年後を描く続編ホラー映画。滝本美織の映画初主演作品。脚本は、ラビットホラー 3D の穂坂大輔と、アベックパンチの杉原則明、監督は、前作同様に、 花房つとむ。前作公開後すぐに制作が開始、再び 3D 映画として制作された。クライマックスシーンでは赤い水のイメージを作り出すために、角川大英スタジオに総量25トンの水が使われた。全国232スクリーンで公開され、2013年8月31日、9月1日の2日間で、公衆1億6。 0630008850円動員113835人になり映画観客動員ランキングで初登場第6位となった。キャッチコピーはあの子が生まれた。本作は世界初のスマンディと題し上映中に無料アプリスマンディ公式アプリを起動させることで音声認識で本編と連動した仕掛けが施されている。開発は カヤックとエビクサーの共同開発。前作を超えるものをという監督のアイデアで、脚本段階からスマ 4D を意識し、演出がされている。また冒頭ガイダンスでは、監督自らが演出している。本編の内容と連動して、劇中の電話がかかってくる、カメラのフラッシュが突然光る、カメラが作動し映画とは違うものが映り込んでくる、電話帳や画像ホルダーが乗っ取られる。 ダウンロードした楽曲が勝手に再生される、などの仕掛けが30回以上も発生する。また映画を見終わった後のシニア0時にも、突然サダコから電話がかかってくるという仕掛けもある。2014年2月28日発売ブルーレイ &DVD の同梱ディスクスマ 4DDVD でも、アプリをダウンロードすることで上映版同様に、スマホと連動して視聴することが可能。 ただしスマヨン D 専用アプリ作動保証期間は2015年2月末日までとなっている。2013年7月7日には環境省の2013年クールシェアキャンペーン推進のキャラクターにサダコが抜擢。同年7月27日より東京ジョイポリスでホラーアトラクションサダコ 3D にサダコの子を実施、CM にもサダコが出演している。 同年8月9日には貞子が、ロッテリア池袋東口店の1日店長にも就任。スマートフォン向けオークションサービスパシャオークで、同年8月19日19時から、映画、貞子 3D に PR イベントで、貞子になれる権利が出品し2万1001円で落札された。同年8月20日には、読売ホールで、呪いのプレミア大夏祭りを実施。 同年8月22日スマートデバイス向けゲームアプリキングダムコンクエスト2でサダココンクエストというコラボレーションイベントを実施同年8月23日から4日間富士急ハイランド閉園後の遊園地で映画とコラボレーションした肝試しイベント真夏の夜の肝試しツアーを実施同年8月24日には名古屋ドームと西武ドームで始球式を行っており特に 西武ドームでは時速103キロメートルの速球を披露している。同年9月2日には石原信明環境大臣に表敬訪問している。同年9月13日よりユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィン・ホラー・ナイトにも貞子が登場している。コラボグッズとして前作に引き続きハロー・キティとコラボし、またラキスタとのコラボグッズ、貞子なたもデザインされた。 謝罪の王様とコラボレーションし、安倍貞夫と貞子が共演した劇場マナー CM も制作された。呪いの動画事件から5年後、安藤隆則と相川茜の間に娘のなぎが生まれた。茜が産後に死亡したため、隆則はなぎの世話を妹のカエデコに頼む。間もなく、呪いの動画による死亡事件が再び起こり始め、カエデコは、 その発生場所が、なの周囲であることに気づく。風刺は5年前の事件を思い出し、首謀者だった、柏田聖治と会い、貞子と貞子の子供の話を知る。高のと楓子が推論し、茜の死亡となに関わりがあること、死の連鎖がまだ収まっていないことに気づいたとき、通りに長い髪の女が大勢現れる。ありがとうございます。